皆さんこんにちは、ガリューの竹内隆です。本日は福山市新一町ビンゴ一宮吉備津神社に来させていただきました。一緒にご紹介していただきます。ビンゴ一宮吉備津神社宮司の追林さんです。よろしくお願いします。それではご案内いたします。はい、お願いいたします。こちらの方をご覧ください。はい、水野勝成公はお子様の勝利公の病気平癒をお祈りされまして、それが叶ったということで吉備津神社の方のご本殿を建て替えられたそうでございます。国家安寧、五穀豊穣、交通安全、その後に延命長寿とあります。はい、本当ですね。この神社は長寿の神様として信仰が厚いわけでございます。それでは続きまして、はい、大鳥居でございます。大きいですね。はい、福山市の重要文化財に、はい、へー、はい、でこちらの方ですね、平安元年と書かれています。はい、これは現在の御本殿ができた年です。御本殿とともにこの鳥居もずっと375年ぐらいやっているということですね。そうですか。はい、鳥居をくぐりましょう。はい、失礼させていただきます。はい、こちらの方が随神門でございまして、はい、こちらから遠くを眺めていただくとお分かりのように上にも随神門があって、そうですね、手前にも随神門があります。はい、このように上と下と一直線上に随神門があるのは全国でも珍しい、ね、ここだけというふうにも言われております。あ、そうですか。これなぜ2つもあるんでしょうかね。まあ、一つの結界、はい、これから別の世界に入るというような鳥にしても、そして池にしても、はい、この門にしても、そういうことですね。ちなみにあちらの池も言われがあるんですか。はい、昔はですね、はい、あそこでみそぎって言いまして、はい、池の水をかぶって、はい、体を清めて神社に参られた。へえ、うわ、なるほど。うん、ではもうすごい清い体になってということですね。そうですね。うーん、まずは精神的なものがあるので、はい、体を清めることによって心も清めて、すがすがしい心で神社にお参りするということですね。はい、なるほど。こちら の一休さんの中にもこうたくさんのこう建物というか、はい、あると思うんですが、はい、それぞれが神社だったりするんですか。そうですね、はい、本殿以外にも17のお宮さんがあって。17ですか。はい、で、はい、全国からいろんな神様をここに集めて、やはりビンゴの一宮ということで、はい、たくさんの方がお参りになられますので、ですからいろんな場所から神様を、はい、誕生してきて、はい、そしてここで皆様方がお祈りをされて、そしておかげを受けられたんだと思います。あ、そうなんですね。これが境内の大井町でございまして、はい、樹齢は600年ぐらい、ね、すごいですね。ですから、まあ、この神社の中では一番長寿の、ご神木ということになるでしょうね。なるほど。吉備津神社、吉備津彦の御事が祀られているということなんですが、自分が思うのが桃太郎さんが、はい、なんか吉備津彦の御事みたいな感じでこう、何かで聞いたことがあるんですけど、なんかそのあたりって関係っていうのはどうなんですかね。まあ、岡山に吉備の国の伝説がありまして、はい、で、吉備津彦の御事が浦という鬼を退治したという、そういう伝説があるんですね。はい、その話がモデルになって桃太郎さんのお話ができたっていうふうに聞いてます。あ、若干その桃太郎さんとの話の具合は
違うんですけども、はい、ここはビンゴの国ですので、はい、備中、備前、ビンゴとこの三国が一緒になって吉備の国っていうのがあったんですね。まあ同じ文化圏です、はい、その吉備の国が3つに分かれてここにも吉備津彦命が祀られるようになったっていうふうに聞いてます。なるほど、はい、そういうことなんですね。あの自分がですね、はい、太平記というお話が好きでですね、あの読んでいたりするんですけど、はい、なんかこちらも太平記に関わるようななんかことがあったというようなお話聞いたことがあるんですけど、はい、1300年代の前半なんですけども、はい、桜山これ年さんと言われる武将がこの地にいらっしゃいました。もう水野勝成公よりもっと昔の話ですね。もっと昔ですね、はい、南北朝よりも前、鎌倉時代の終わりでしょうか、はい、でその桜山これ年さんが挙兵をされた時、楠木正成さんとほぼ同じ時期に兵を挙げられた。うーん、はい、そして戦いが行われたんですけども、はい、うん、楠木正成さんが亡くなられた、敗れたっていう誤報が入りました、はい、そのお知らせを聞いて、あ、ここまでかなということで、うん、桜山これ年公もこの地で自害されたんですね。あ、もうまさにこの地なんですね、はいはいはい、でそのお城があったところがあの山の、はい、頂上でございまして、もうこのすぐ目の前ですね、はい、桜山城というお城がありました。はい、でその桜山城の跡地に、明治になりまして、今からそうですね130年ぐらい前でしょうか、はい、あの桜山神社という神社ができました。あ、こちらの山の上に、山の頂上に、はい、で人々がそこを信仰されてたんですけども、はい、100年前にですね、あの山からお社を移築移して、はい、今建ったのが桜山神社。なるほど、ですね、そうなんですね。でしたらもうこちらでそのこのビンゴ地域の太平記 その歴史ロマンも感じることができるという、まさにこの場所なんですね。そうですね。お正月、まあ親戚のと集まるんですが、まず一休さんに参って、はいはいはい、一休さんに参ってから、はい、あのイカ焼きを買ったりとか、でそこから親戚の家に、はい、遊びに行ったりとかですね、させていただいてましたね。11月にお祭りがあるんですけど、あ、一立て大祭というお祭りがあるんですけどね、はいはい、でこれは露店が100ぐらい出て、で、お化け屋敷もおいでになったり、あ、お化け屋敷入ったことあります、はい、怖いですよね、はい、皆さん、はい、喜ばれてますけどね、うん、はい、植木市で植木を買ったりですね、まあ、ちょうどお正月前のいろんなものの支度ここでされてたんじゃないですかね。昔の、まあ、現代で言ったらホームセンターのような役割も果たしてたんじゃないかと思います。なるほど、こうお正月を迎えるために必要なものをそこで皆さん買われるという、はい、そうですね。あ、やってまいりました。こう2つ目の、はい、随身門、ね、随身門ということで、はい、ここに随身さんがいらっしゃいます。はい、写しても大丈夫ですか。見張りを、はい、はい、しておられて、はい、悪いものが入ってこないように、はい、警戒をされている警備の役をされています。なるほど、はい、弓を持たれてますね、はい、でこちらを睨んでおられます。はい、なるほど、そうですよね。なかなかこう鳥居をくぐってまだまだこう先に進んでいきますね。門をくぐるから一気に 3つ目の門ということになるんですかね。3つ目の鳥居っていうことになるかもしれないですね、はい、
確かにこう門をくぐるたびに、なんていうんですかね、聖域に足を踏み入れたような、ね、はい、荘厳な空気に変わっていきますね。ここが神楽殿という、まあ、県の重要文化財になってるんですけども、はい、ここで昔は武学を行ってたんですね。武学とは、神様に奉納するための舞をここで行って、はい、演奏はこちらとこちらの学所っていう建物の中で行っております。こちらの、はい、うん、でちょうどあそこ格子がありますよね。格子っていうか、あ、はい、あります、戸がありますよね、はい、ここに、あの窓がね、電磁窓っていうんですけど、はい、あそこからこちらの方を見ながら様子を伺いながら演奏をしていた、はい、いやでもこれだけ大規模ないわゆるその舞台のための施設がこうあったというのは、私もこう舞台をさせていただいているものからすると素晴らしいなと思いますね。そうですね、はい、まあ神様って、音楽が好きだったのかもしれません。わあ、嬉しいですね、はい、それは。なるほど、はい、さらに奥へ進ませていただきましょう、はい、あ、はい、これこう左右道があるんですが、こうどちらから入って行くのが正しいというのはあるんですか。通常、はい、我々のお祭り例大祭って言うんですけども、はい、お祭りでは左から上がっていきます。左から、はいはい、で基本的には左からが通常ですけども、うんうんうん、こちらの手水書で手を清めてそのままの流れで上がってくると、はい、こちらの神社では右側通行なんですよ。うん、確かに基本はね、そうですね、うん、お正月なんかも皆さん右側から上がられて左から降りられるっていうのになるんですけども、はい、今回の場合は左手から上がっていきましょう。はい、はい、ありがとうございます。いや、やはりこう礼儀的なものも含めてあると思いますので、そうですね、こう宮司さんに言っていただけるともう一番ありがたいですね、はい、なんか空気が、はい、違いますね。ちょっとね、はい、あのひんやりとしますよね、はい、やはり神社っていうのは森ですね、うんうんうん、森から生まれたっていうふうにも言われてまして、なるほど、自然信仰というのがあるんですね、はい、ですから必ず神社のお社の後ろ側には森があると。確かに、だから、はい、その森が光合成して空気きれいにしてますから、はい、その空気を吸うっていうことは森林浴の意味もあるし、うん、それから心をすがすがしくなるし、はい、そういった状態になって神様にお参りするということだと思います。なるほど、やはりそうですね、この自然とこう神社がこう本当に一体となって、はい、いるように思いますね、はい、そうですね、はい、後ろの森も大切にしたいですね、はい、そうですね、はい、だんだん見えてまいりましたが、一宮神社本殿が見えてまいりましたが、はい、この度遷宮されてなかなか皆さんにもまだお披露目もこれからという、もうまさに一番綺麗な状態で、そうですね、はい、今から2年余り前でしょうかね、はい、本殿が重要文化財に指定されているもんですから、はい、国の文化庁さんの許可がないと改修ができませんので、まあ、そういったこともありまして、改修が始まりました。それから2年、余りですね、はい、工事が進みまして現在屋根がきれいになって、はい、色の塗り替えもして、それから飾り金具といって、金具も一回きれいに取り外してきれいに洗って金箔を貼り直したと、なるほど、状態になりましたから、まあ、非常に鮮やかで、はい、そしてまあきらびやかといいますかね、非常に美しい社殿がよみがえったと思います。丸2年もかかる工事だったんですね。屋根が檜皮だって言ってね、はい、あのヒノキの皮を一枚一枚重ね合わせて、そうなんですか、ですから、はい、まあ、非
非常に丁寧な仕事、時間、根気のいる仕事なんです、うん、あ、こうヒノキの皮が何重にも何層にもなっているんですか、ね、はい、厚いところでは、はい、そのヒノキの皮がですね、はい、75センチのヒノキの皮をですね、はい、1.2 センチずつずらしながら下から上へと吹いていきます。60枚ぐらいだよね。60枚が重なってるということですね。それをもう緻密に緻密に重ねていってこの形ができていると、はいはいね、はい、まあもちろん大工さんの仕事もあって、はい、屋根の形を曲線的に、うん、下地を作って、はい、そこへ張っていくわけですけどね。もう気が遠くなる作業ですね。非常に滑らかでツヤがあってね、はい、美しいですよね。はい、美しいです。ヒノキの皮、ひわだでないと出せない。こちらのあの朱色の塗りですよね、はいはい、こちらどういったもので塗られているんでしょうか。あ、これは塩炭という色ですね。塩炭、はい、鉛を酸化すると非常に鮮やかな朱色っていうかオレンジ色、これを塩炭色っていうんですけど、まあ、昔は神社の本殿によく使われてた色でして、はい、昔ながらの色になります。改修の時に何層にもあった色ですね、それを少しずつ調査分析をして、あ、なるほど、そして一番下層、一番下にあるその色素を取って、はい、それを色素分析しますと、はい、こういう色だったんだろうということが分かったわけです。でしたら、はい、その建てられた頃のその色に今なっていると、ね、この建物が建てられた時のものを再現しようというのが今回のコンセプトだったので、うわ、すごい、それを目標にですね、はい、調査をしっかりして、はい、で、元の姿を蘇っていただこうと、いうことだったんですね。なるほど、はい、建てられたのが、はい、水野勝成公が建てられたという、あ、そうですね、ことなんですかね。本殿はね、はい、水野勝成公によって、はい、それまで荒れ果ててた本殿を、はい、このように建てていただきました。なるほど、非常に立派なですね、はい、本殿でありまして、うん、まあ、全国でも有数の大きさを誇っていると思います、はい、それから屋根も千鳥ハーフ、はい、ハーフというふうに、はい、非常にこう曲線を持って作られてますので、飾りもですね、豪華に見えますよね。そうですね、この全て金箔が貼られていると、はい、金具も今金箔貼ってますけども、はい、一つ一つに水の家の御紋が入ってましてね。本当ですね、あの、あちら屋根のあたりに大きく2つ水の家の家紋は気づいたんですが、はいはい、そうですね、全ての梁に水の家の家紋が、はい、非常に丁寧なお仕事と、うん、はい、それから水野勝成公の思いが詰まった神社ということになると思います。難しい質問かもしれないですが、なぜ水野勝成公はこの地にこのように大きな神社をこう再建されようと思われたんですかね。全国的に一宮っていうのはですね、はい、その国の、まあ、第一のお宮さんということで国中で崇敬されてたんですね、はい、でもちろん社殿っていうのは掘っておくと、はい、傷んでまいりますので、うん、まあ、戦国時代を経てということになるとやはり荒れ果ててたんでしょう。それが忍びないということもあって、はい、またそのお子様の病気平癒をお祈りされたら、はい、それが叶ったと、感謝の気持ちを持ってこの社殿を建てられたと、はい、なるほど、いうふうに思います。水野勝成公の思いというか、その大事にしたいというその思い、熱い思いというのがなんか伝わってくるような本当に素晴らしい、神社ですね。調査をしてみると、はい、ほとんどの部材が、創建当初のものだったんですね。
傷んでない、材料は傷んでないと。なるほど。ということは非常にいい材料を使って建てたものであろうということが分かりました。375年前の、はい、お城を建てられて400年、はい、築城400年でございますけど、はい、こちらの神社を建てられたのは水野勝成公が85歳の時ですから、はい、ああそうなんですね。もう、まあ、晩年って言いますかね、非常にご長寿だったんですけども、うーん、大遷都された立派なこの神社、皆さん来られるかと思うんですが、どこかなんかこうちょっとしたこうポイントというか、こんなところがあるよみたいな、なんか、ここを見ておいたらいいよっていうようなポイントが何かあったら最後にもう一つ教えていただけますか。中ですね、はい、一番奥に見えるのが御扉と言いまして、はい、その御扉の奥に神様がいらっしゃるんですけど、扉がそうですね3つ、はい、観音開きのような扉が3つ、はい、荘厳の扉ですね、はい、で非常に重厚感がありますが、はい、その扉を漆で塗っています。うーん、黒漆というふうに言います、はい、塗り分けがされてまして、はい、柱を見ていただくと非常に赤の濃いような、うん、柱がありますね。そうですね、一番外側の朱色の柱に比べて、はい、中の柱は、もうかなり濃い赤、非常に落ち着いた赤なんですけども、はい、これが朱漆という朱色の漆ですね。なるほど、はい、でその下にちょっと背高して見ていただくと見えますけども、はい、ベンガラ漆っていう漆で塗ってある、もうそれぞれ違う、塗り分けをしてるようですね。なるほど、はい、こちらももちろんその当時の、当時の塗り方ものを、はい、やはり調査研究で、はい、これが塗ってあったという証拠をもとに塗ったと、ね、なるほど。今のお話はこう一見するだけではわからないです ね、 そうですね。なのでぜひ皆さん本当にそのようになっているかですね、実際来ていただいてご覧いただけたら嬉しいです、はい、あと、はい、すみません、最後に漢字で3文字書いてあると思うんですが、 あれは何と書いてあるんですか。あれはね、欅の一枚板なんですよ。はい、とんでもない大きさですね、はい、あの大きさの一枚の板が取れる木ってすごい木だと思いますけど、 そうですね、はい、それに湖水山と右から読むんですけども、虎の眠る山、睡眠の水が真ん中ですね。なるほど、はい、でこの湖水山っていうのは、遠くから見るとこの神社の裏山、はい、まあ神様の山が、虎が眠っているように見える山というところからついたようです。なるほど。で、神社には三号というのは珍しいんですけども、はい、例えば比叡山延暦寺とか、うん、高野山金剛無事とか、はい、お寺にはあるんですね、何々山っていうのが。確かに、はい、まあ神仏集合の時代を経てのことですから、はい、まあ、ここにも湖水山っていうのが神社ですけども珍しいですけども奉納されたと。なるほど。これは福山藩主の阿部の正清公お父様が書いて奉納されたですね、はい、そうなんですか、はい、実際書かれたんですね。そうですね、すごいですね。奉納された日にちと、はい、お名前も入っています。うわ、なるほど。やはりこう山と神社というのがこう一体になっているということもここから見て取ることができますね。そうですね、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは一宮神社から戻ってまいりました。
いやー、今日はですね、多くの神社がありまして、すべて回ることはとてもできなかったんですが、神社の本殿までの道を宮司さんと一緒に回らせていただきました。素晴らしいですね。もう門であるとか石段であるとか狛犬であるとか、もう一つ一つがね、本当に立派で感動するようなところでした。さらにですね、この大仙宮ということで、今、2022年の4月の終わりぐらいなんですけど、とても綺麗です。本当に、建てたばかりというような神社、とても美しいので、皆さんね、ぜひね、よかったら参っていただいたらいいなと思います。この度はね、福山の中でもかなり北部の方に来させていただきましたが、これからさらにですね、近隣の町にも、行ってみたいなと思っておりますので、ぜひぜひ皆さん楽しみにしていってください。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。福山歴史探訪シリーズ、今回のビンゴ一宮吉備津神社編はいかがだったでしょうか。1648年に水野勝成公が増大した神社、半世紀ぶりの大仙宮を迎え塗り直された本殿は、当時の鮮やかさがよみがえり、悠久の時を現代に伝えます。この町にはまだまだたくさんの謎が眠っています。次回もこの町の歴史を皆さん一緒に探しに行きましょう。